大坪砂を雪に消えた女一、三上巡査に探偵小説趣味がなかったらこの怪事件も闇から闇に葬られてしまったであろうその節分の夜は夕方から急に気温が下がって 近頃にになない大雪になったそれが8時過ぎにピタリとやみ今度はさえた月影がさらに寒々と白い町々を透き通るほどに照らしていた有楽町派出所の三上巡査はその輝く白い町の中へ一人予定の巡回コースを踏み出したのであるからすでに気分は多少ロマンチックになっていたらしい。 いつもなら隅々まで知り尽くして何の感動も起こらないこの歓楽街が今夜はまるで趣を変えている電車道はおやっと見直すほど広々と数寄屋橋から銀座の方にかけて飛行場の滑走路にでも迷い込んだように眺められた M ビルの赤いビーコンの点滅が一層そんな錯覚に陥らせる 雪に出足をくじかれたせいか人影一つなく振り返れば巨大な円形劇場がゆらゆらと頭の上にのしかかってきそうな怖さを覚えた彼は思わず足早にこの明るさでは役に立ちそうもない懐中電灯をぐっと握りしめて急ぐ新しい雪の上に一つ一つ足跡を記していくのはさすが爽快であった。 この辺りから犯罪都市のジャングルが始まるここのガード下あそこの地下室で人間動物の目が光り発作的凶暴は何をしでかすか分かったものではない夜の巡回ごとに三上巡査はきっと襟元の引き締まる緊張に靴を踏みしめて進むのだったしかし今夜の潔白な雪景色は 月光の不思議な魅力に惹かれともすると現実離れのした気持ちになるおそらく彼の目の前にヒョウやオオカミの足跡を発見してもそれを変だと思わなかったろうこんな夢見心地で何事もなく手にした伝統をブランブランと三角広場まで来た時彼は奇妙なものを発見して立ち止まったのだが。 露天省の間で三角広場と呼ばれていたのは有楽町駅の東外れから銀座に抜ける片側の焼け跡が商船のガードと水産ビルに挟まれて残った細長い三角地のことなのでその真ん中にポツンとコンクリート造りの防火用大水槽が小公園の池といった形で眺められたいつとなくこの水槽を中心に闇市が栄え お定まりの悪の悪になったのは警察側も散々手を焼いているどうにかこの頃では穏健な露天街として取り締まれるところまで来ているもののめったに気の許せる存在ではなく丸の内署としては誘惑に強い青年を選んで順子を緩めず三上巡査もその選ばれた一人であったそれが自然のいたずらっ家か 節分の夜に大雪を降らして「鬼は外」とばかり連中を追い払ってしまった後は白々たる雪の原が光っている三上巡査は昨夜に変わる今夜の清らかさにちょっと感慨を込めて眺め合っているうちその雪の上に点々と足跡が「女の素足の跡が続いているのにおや と立ち止まった2丸の内署の刑事部屋では宿直主任の警部補と刑事係があまり明るくない電灯の下でこう打っている旧式なストーブの上の夜間から湯気が吹いているガチャリと扉が鳴って 飛び込んでくるなり街灯の雪をバタバタと無遠慮にはたいたのは P 新聞の瞳記者だったごうちの2人はじろりとその方を眺めまた雪が降り出したかね職務ご熱心だが今日は何もないぜそう先手にダメを押された瞳記者大げな手振りで無駄口をたたく外は高向たる月よさ そこにこの雪だるま姿が現れるとは、これはなんと推理するそれは簡単だね。と、刑事係はやり返し。つまり、おらい酒に酔いくらって、雪女郎に抱かれて寝たと。冗談でしょうこれは人権問題だぜ書の入り口のドブ板が外れていて、まんまと落とし穴に落ちてすってんころりん。 それはよかった今夜は服の髪以外はお断りだからそもそも新聞記者と見ると甘の尺扱いをするのは相も変わらぬ認識不足だなしかしこうヘボゴを並べている景色はどうやらネタなしと推理して退散するか口とは逆に人見記者ストーブのそばの椅子にみしりと腰を下ろし夜間の湯を茶碗に注いで拭き始める 彼は P 新聞に推理眼という欄を担当し、毎朝目を覚ませば顔を洗う前から推理推理とつぶやきながら日を暮らし、記事の締め切りギリギリまで反問する。日課となれば早々は満足できるような事件にも当たらず、思いつきも湧かないのだ。今日はどうでも雪にちなんで推理眼を働かさなくては面白くない。 それがとんと妙案が出ず、いい加減な文句でお茶を濁して車を飛び出したものの、しないの締め切りまであと40分。なんとか名誉を回復したかった。晩茶を吹いていても決してのんきな心境ではない。じりじりーんと電話のベルに警部補は手を伸ばして受話器を取った。もしもしうん、そうだ。 何トラえ虎トラがどうしたって警部補は腰を上げて向き直り鉛筆をひねってノートを取り出したおおそうさなともかく女の姿はどこにも見つからないんだねだったら別に問題にならんじゃないかともかく遺失物の方だけはその手続きを取っておくさ。 電話を切った警部補は、その常識からしい顔の眉を寄せ、首を振ってから苦笑した。どうやら、足のある幽霊が出たらしいぜ。ジラスな頼む時間がないんだと、瞳記者は飛びつきそうな構えだ。君には持ってこいの怪事件さ。一つ手柄に推理眼を働かしてみるんだな。 警部補はそう前置きして電話報告を説明し始めた三上巡査が三角広場で発見した足跡は甚ははだ小柄な一見して華奢な女の素足の跡に相違なくそれは直線的に広場の中心の大水槽に進んでいた彼は不吉な予感にキッとなって足跡を消さないように注意しながらそれを追った 水槽にに近づくしまる。足跡は水槽の縁に終わったきりどっちへも帰りの跡はないのだった当然三上巡査は水槽の中に女の自殺姿を見るものと覚悟して手にした伝統の光をいっぱいに底を覗き込んだ時虎虎がいた。 あまりにも思いがけなかったのでそう間違えたのも無理はなく虎の皮の婦人街灯が水槽に張り詰めた氷の上にふわりと落ちていたのだった三上巡査はやっと気を鎮めすぐ警棒を伸ばして虎の皮をつついてみたくにゃりとした手応えで中に人間がいるとは感じられない腹ばいになり やっと街灯をつかみ上げて立ち上がった彼は、それなり2、3分間。何が何だか、呆然としたまま動けなかった。やがて彼は気を取り直して、張り詰めた氷の面を観察した。氷には少しの割れ目もない。警棒で叩いてみた。撃てばスーッとひびの走る薄さだ。これではどんな子供だって渡れるはずはない。 また雪の原を眺め回した女が歩いてきた後のほか絶対に女が帰っていった足跡はなかったとすると女はどこに消えたのか三上巡査は背筋にゾッとしたものを感じるや夢中で走り帰り電話機に飛びついたのだと妙な話さねえ 三神のやつどこかで一杯おごられたかな。まあ明日になれば、どのみち女は虎側の街灯を取りに現れるだろうから、はっきりするが。と、警部補はのんびり顎を撫でる。閉めたこういうのを待ってたんだ瞳記者は腕時計をひとめ、帽子をひっつかんで、掲示部屋を飛び出した。 雪に消えた女虎の川の遺留品この絶好の獲物に予約した瞳記者は白い息を吐き散らして駆けつけた時三上巡査は交代を終えて帰り自宅をしていた虎の川配管頼む押しの一手で強引に出さした毛皮外頭は 下手おろしと思われる見事な艶がじかに目にこびてくる一品だったそれが顔を寄せるまでもなくむっと四墳の香りが鼻を打ってくる一見記者は急いで裏側を返してみた強い匂いがするはずである絹の裏地の肩から背腰の辺りにまでねっとりとしたおしろいの跡が淡雪のようにかずれていた おーとうった仁美記者はすぐ推理するこれは化粧した女の裸の肌に直接まとったものに違いないのだ現場へ案内頼む彼はもうしみる寒さをも跳ね返す興奮に疲れて叫びそこは除細なく用意してある白車の紙包みを三上巡査のポケットにねじ込もうとした。 困りますよ、そんなもの。と、巡査は物語をし返して。帰りがけにも一度見ていこうと思ってたんですから、一緒に調べましょう。このままじゃ気にかかって寝られやしない。若い巡査としては最もだろう。彼も決起の眼差しをほてらしている。駆け足の姿勢を並べて現場の大水槽のそばに立ったとき、 さすが仁美記者も予想以上の困難に直面して得意の無駄口も叩けなかった正しく三上巡査の報告通り三寸積もった広い雪の原の一筋に来た女の足跡だけが一つ一つの型も確かに押されている霧ではないかじっと見つめていると透明人間が水槽の縁にまだ立っていそうな幻覚さえ感じる この水槽の深さは排水溝はあるのかしら人見記者は念のため尋ねずにいられなかった。水はせいぜい一尺でしょう。人が落ちてれば寝転がってても肩が出ますね。排水溝なんかありません。それに第一、この表面の氷をどう潜るんです言われるまでもなく人見記者は 氷にもその上に薄く残っている雪にもほんのわずかな乱れもないのを眺めながら女が逃げ出すあらゆる可能性を考えていたがどうにも水槽の方は諦めるよりないと言って雪の原をまたも払ばうように調べ尽くしても棒でついたほどの痕跡も発見できなかったよしと 人見記者は少しやけ気味な調子で。残された唯一の方法は、思えば至極簡単なものさ。どうするんです三上巡査は熱心な顔を向ける。つまりだね、自分の来た足跡をそのまま後ろ向きに踏んで帰るのさ。そんなことできますか論より証拠。 じしてみようじゃないか。そこで二人は月下の雪に奇妙な影を引きながら往復運動を繰り返していたがまず三上さんがこんまけして失望の声を上げる「こりゃとてもダメだ靴でさえ何度やってもつま先やかかとが二重になるのにましてや素足の5本の指がそっくりそのまま踏めるわけはありませんよ」。 人見記者は諦めきれず伝統を借りて再び女の足跡を照らしてみたはっきりした足跡はただ一度踏まれたことを示している彼は女にバカにされたような気になりひどく腹が立ってきたよし地上に逃げ道がないと決まったならばと急に顎を突き出して空を眺め 天に登ったんだ。天へ三上巡査は驚いて、生真面目に大空を仰ぐ。そこには十七日の月が、二人の正面に冴えた光を降り注いでいた。おやおや、かぐや姫みたいに月の世界へ昇天してしまったんですか若い巡査は柄になく洒落たことを言う。 いやいや、軽気球に乗って飛び上がる手だってあるさ。と、瞳記者は負けん気からとっさの思いつきを口走ってみたものの、これはできない相談だということにすぐ気がついた。彼の立っている頭の上あたりには何本か電線が連なっていて、しかもそのどの線にも雪がべっとりついたままなのだ。仮に、 軽気球から垂らした縄に宙乗りするとしてもきっとこの電線に触るだろうしちょっとでも触ったら落ちやすい雪がそのまま残っているはずはないのだから瞳記者の推理眼もいよいよ窮してきたらしいが彼も去るもの電線を見ているうちに一つの奇想が生まれた君君 と彼は巡査の肩を叩きながら自分の着想に慌わて,て。綱渡りって術があるぜ。見たまえ、ガードから水産ビルの屋上へ綱を張って、それにぶら下がりながら。バカバカしい。と巡査は呆れ顔で。一体何の必要があって、そんな軽業みたいな真似をするんです そんな理由の詮索なんて後回しでいい。大都会の真ん中で裸の女がドロンと消えうせるなんて怪談じゃないか。このままにしといたんでは文化人の恥辱だからね。それに相手は体中に化粧している女だぜ。軽業ぐらいやってのけるさ。瞳記者は一人で興奮して、どうでも水産ビルの屋上を調べようと主張してやまない。 三上巡査はいいかげん寒さに並行していたが今さら引っ込みもつかずビルの小遣い部屋を叩くことになった真っ先に駆け上がったひ見記者は大きい期待の目で見回したけれどまたもや無心の雪は冷たくひっそりと屋上のどこにも綱を渡したらしい何の跡も見つからない やっぱり骨折り損でしたね。と三上巡査は青年らしくあっさり投げ出した調子で階段を下りていく人見記者の方は自分で言い出した手前いかにも悔しそうだまだ雪の中に立って諦めのつかない目で睨んでいるこの最後の努力はそこの荷箱を積み上げた陰に キラリと金色に光るものを発見した、4. P 新聞社の編集室で時間いっぱいにやっと推理眼の原稿を書き上げた人目記者は初めて帽子を脱いでふーっと一息入れたこの眼中に額にはべっとり汗をかいている。 さあ、問題の解決は明日の昼漏れだぞ。彼は今日の原稿では、ただ雪夜の階段風な謎を投げかける文章をセンセーショナルに発表するだけにしておいた。事実、そうするより仕方なかったのだが、こうなった以上、謎はどうしても彼自身の手で解かなくてはメンツが立たない。一息ついてタバコに火をつけた彼が、 さらに重荷を背負ったような顔をしかめているのも道理である彼のじっと見つめた机の上には気味の悪いものが置いてある水産ビルの屋上から拾ってきたそれは仮面舞踏会などで顔を隠すあの金色のマスクだその金色マスクにぽっかり開いている黒い二つの目をキラリと光る探検が突き刺している 探検の先には、ぬるりと赤黒い血痕がこびりついていたさてこれをどう推理したものか仲間の連中が帰りを急ぐ編集室のざわめきも耳に入らぬ様子で腕組みも固く考え込む少し疲れたせいか仁見記者の目の先に幻のような場面が浮かぶ 虎の皮の街灯をまとった美女が金色の仮面をつけ片手に血の滴る探検を握りしめて雪の原を進んでいく水辺によると津と空に高く両手を上げ輝く月に向かって怪しき呪文を唱える肩から虎の皮が滑り落ちるや全裸の美女の体はスーっと月光に吸われて宙に浮く やがて仮面と探検とが地上に落ちてきてあとには女の足跡が残っているばかりいかんいかん推理眼ともあろうものがこれじゃまるで虎の皮に化かされてるようなもんだ人見記者は一度頭をたたいてから改めて探検を取り上げて見直す血のついた具合からは確かに人か獣を刺したに違いないが それにしては刃の付き方などひどく生らのようだそれでいてつかやつばは金ぴかの飾りがいかめしい。ペーパーナイフにしては大げさだしひょっとしたら演劇用の小道具だろうかそうだ女は体一面に化粧していたではないか観察がここまでたどりつくと 彼は突然アッハッハと笑い出した俺も勘が鈍かったぞ女と虎の皮。すなわち美女と野獣じゃないか今夜はその招待支援会があったはずだ瞳記者は演芸部の K 記者に連絡を頼み自分は新聞綴り込みのところに行って演芸日報の束を送る記事はすぐに目についた 美女と野獣カルマ小劇場にて明2月4日初日主演は田洋介氏相手役には仮面の霊人が初出演これには塩田洋介の談話がついている僕がこの野心的な劇を上演するについて第一に苦心したのは相手役の女優だった。 この役は心に誇り高い諸女の純潔を十分に表現して初めて成功する。僕は考慮の結果、特に新人を採用することにした。使命は本人の希望で発表できないが、一ヶ月間の稽古で成功を確信している。一見記者はゴシップ欄を漁さった。その結果分かったことは、この仮面の霊人というのは、 2ヶ月ほど前から銀座デパートに現れたマネキンらしくそのマネキンは洋装売り場に体の美しい線で評判を呼んでいたがいつも厚いベールをかぶったり夜会服の時は仮面をつけるとかスキー服には大きいサングラスをかけるとかして必ず顔のどこかを隠しているのだった塩田洋介は偶然これを見つけてから日産のように観察した上 ついに白羽の矢を立ててこの大役を申し込んだのだと潮見記者はここまで調べてまた腕組みに戻るこれでは身元は依然として不明なのだどうした機嫌なつらさラしてるなと肩を叩かれて見上げれば演芸部の慶記者のこれは上機嫌なあから顔だった待ってたんだ 美女と野獣の招待会に行ったかいおお。あれは成功だね。前祝いにハイボールを乾杯してきたところさ。その美女の役は、虎の皮のコートを着るんじゃないかしらそうさ。しかもその下は全裸だよ。時々チラリチラリと高級エロを発散するところが狙いだね。 ありゃ、きっとウケるなおい、驚くな。その美女が、舞台姿のまま雪の中で消滅したんだ。あぁなんだって怖いことを言うな宣伝だ。苔脅しの宣伝に違いないんだが。瞳記者は、そう一人決めして、 今しがたの怪事件を詳しく説明したねだからこいつはあくどい宣伝だよ何か舞台用の宙乗り道具でも使ったんだねといかにも腹に据えかねた声を出すそりゃあ妙だな警 K 記者は顔をなで回して そんな過当なハッタリを聞かせそうな女優じゃなかったがまだまだ今潮田を呼び出してとっちめてみるから慶は電話に出た相手と押し問答しているうちにその声は次第に興奮してくる最後に電話機を手荒くかけると瞳記者の方を向いて目を丸くしたこりゃことだ今度の贅沢芝居には 影にある金種がついていたんだそうだがその男が背中を刺されて病院に担ぎ込まれたんだって5その影の金種といわれる男はまだ267歳の青年だった西銀座の海成堂病院のベッドの上で 青白い額に8の字を寄せているのは差し込む朝日が眩しいのでもなく刺された傷口が痛むのでもない彼の心が苦しんでいるのだった自分の人生は失敗だっただろうか彼はこう思って悩んでいるまだ青年期の彼がこんなことを考えるのは変なようでもあるが彼は昨夜女に刺された瞬間 死を意識すると同時に心に浮き彫りにされたのがこの疑問だった自分の人生観は間違っていたのだろうか彼は氷のような気持ちでそれを思う彼は冷徹な頭脳の持ち主だった学生アルバイトの大成功者の一人として彼の仲間の氷菓子が自殺した遺書を読んだ時も彼は 心の動揺を感じなかった。あの男は無謀な株に手を出し、失敗して自決したのだ。自分は用心深く、それに成功している。ただこう思っただけである。その彼が、か弱い女にちょっと刺された。それだけのことで、 真っ黒い絶望の谷へでも落ち込みそうに感じているその理由を見極めようとしているのだった彼は中学生の頃あの広葉塾で有名な高間先生の書生部屋にいたその極端な精神教育の反動だけが現在の自分の唯物思想のもとだとは思っていない彼はやはり精神を認める ただしその精神は物質を全く合理性で支配するその力として認める彼が自分で理智の人生と呼んでいるものがこれだった彼が高間先生の娘を手に入れたいと思った時自分の心を子供っぽい名誉欲だと判断して笑って認めることにした博士の称号が欲しかったら論文を注文して書かしたらいい 論文を売りたがっている学者は多すぎて困るくらいだ高間の家も先生の死後息子の道楽で破産しかかっているこの交換を合理的に行ったら少しも差し支えない彼はこの計画を着々実行してから悠然たる笑顔で礼儀正しく娘に言い寄った その結果が娘の家出となったのは多少意外だったが、これも娘が金で買われるのだという古い考え方を嫌ったものであろう。それなら、金を別の形に変えて女の関心を買うだけのことだ。何の形にでもなることが現実を支配している金の威力だと彼は確信していたのだから。娘は、 生活のためにデパートのマネキンになった。それがいつも顔のどこかを比している。これは娘の傲慢な虚栄心に違いない。よし。それを満足させてやろう。そう思いついた彼は塩田洋介を解いた。塩田もマネキン姿を見に行って、あの娘なら見込みがあるという。正直に言って彼は、 潮田の言葉に自分が褒められたように嬉しかったのを覚えている。一切彼の名を出さずに潮田に任せた。潮田は豪華に行こうと提案する。彼は賛成して金を積んだ。昨夜の招待支援会は彼は一番後ろの席から眺めていた。衣装も舞台装置も音楽も申し分なく。 田も大熱演だったが美女に扮した女優の声援さには彼は心が揺らぐという体験をし高間の娘という上にさらに名女優の金箔までつけえたことは自分で感激する満足を覚えたそのためついじっとしていられないいたずらっけから塩田の野獣の衣装を頭からかぶって娘の部屋を訪ねてしまったのだが。 この理智の野獣は美女の一撃で醜い姿に扮したまま地に倒れてしまったのだ彼は今朝の P 氏の推理眼を読んだ時ハッと顔色を変え起き上がろうとして看護婦に叱られたその時彼の胸を吹き抜けた嵐はひょっとしたら先生の娘は自分を殺したものと思い違いして自殺したのではあるまいか といいいう、いててももたっっられない焦燥であった自分を指した当然憎んでもいいはずの相手のことが胸にあふれてどんな犠牲を払ってでももう一度娘を生き返らしその足元にひざまずきたいただそうしないでいられないと願っているそうした自分を発見して愕然としたこれが。 恋というものであろうか。やがて彼は静かな心でそう思った。そうしてそう気のついた彼は恋を失った男でしかなかった。ふいに次の控室の方でガヤガヤと人の言い争う声がする。彼は看護婦を聞きにやった。 新聞の推理眼の記者なんですって入れたまえと青年は命じた来る者が来たと覚悟の顔つきである瞳記者はベッドのそばに立つなり簡単明瞭な声であなたを刺した女を探してるんですがそれについて一言僕は滑って転んで怪我をしたんです 誰に刺された覚えもない。あー、かばうきですね。まあ、それでもいいが。女の身元は絶対に知らない。そんなら、予想で記事を書きますよ。十万円出しましょう。P 新聞に買収なし。 今夜のカルマ座の初日を華々しく開くための縁起祝いですよ。だって女優がいなくては芝居にならないでしょ。う。ラジオで放送してもらえないかな。僕の傷は怪我だと言って。そうすれば安心して現れてくれると思うが。ところがこっちの記事は正午で締め切りなんで、どうでも勇敢に間に合わせなくちゃ。 そんなこと言ったって、君が勝手に見つけた足跡では、僕の責任ではないですよ。最初の発見者は丸の内署の巡査ですからね。これは公式の事件なんだ。青年はそれを聞くと、妙な顔をして記者を見た。丸の内署の巡査って、なんていう人有楽町発出の三上巡査。 三上ああ、そうか。あいつ、中学の頃から、探偵小説が好きだったからな。青年はそこでくるりと顔を背け、手で帰ってくれと合図しながら、苦しそうなつぶやきを漏らした。同じ書生部屋から出たのに。三上の方が。 人生の勝利者だったか人見記者はその気にかかる声を耳に廊下へ押し出されたが途端にハッと気がついて叫ぶ「なんだ俺の推理眼も随分遠視眼だったなあ」「6 人見記者が三上巡査の部屋を探し当てたとき、相手は布団にくるまってしきりと鼻をかんでいた。えや、昨晩は失敬。」と、新聞記者は遠慮なくあぐらをかく。私はおかげですっかり風を引き込んでしまいました。と、若い巡査はまた髪に鼻を当てる。それはいかんな。お詫びに。 今夜のカルマザの切符を申請する。ええー、ありがとう。でも、病気だから。何のいい若い者が花風ぐらい。元気を出すんだ。ところでね、カルマザの初日を開くには、どうしても昨夜雪に消えた女を探し出す必要があるんだね。瞳記者は、 ここで悠然とタバコをふかし始めて。その後の僕の研究によると、あの女が地上も歩かず天にも昇らず消え失せる方法がたった一つ残っていた。どうします唯一の証拠たる足跡からの推理だがね。僕が現場に行ったとき、女の足跡が終わっているところに別に、 大きな靴の跡が往復していたぜ。それは私が見に行った時のですが。誰のだっていいさ。女は、その靴男の背中におぶさって帰ればよかったんだから。ひとみ記者はにやりと笑われ、三上巡査は慌ててまた鼻をかんだ。ひどいぞ三上君。 ラタイ美人を担いだだけに足らずこの僕まで担ぐなんてい,いえ私はあの三上巡査のローバイぶりは気の毒であるまあいいまあいい君が雪中の歌人の祈難を避けるために使ったトリックは少し見当外れの趣味に走りすぎたが動機よければ全てだすみません と三上巡査はたくましい頭を素直に下げて実はあの人はわかったるわかってる誰にだって恩人はあるんだしその恩人に美人の娘があったって不思議はないさしかしその仮面の霊人を待遇するのに巡査の服を着せて連れ出したり押し入れの中に隠したりするのは いささかエチケットに外れやしないかそうからかって、見記者はくるりと後ろを向いて愉快そうな笑い声で。高間先生のお嬢さん、窮屈なところにいないで安心して出てらっしゃい。お宅の書生部屋にいたもう一人の男は、自分で人生の坂を滑って怪我をしたんだと、そう伝言してくれと言ってましたよ。 押し入れの戸が少し開いて、そこにダブダブの男の服の、恥ずかしそうなカルマザの名女優の上気した顔が現れた。